フランシス・マッソンは、スコットランドの植物学者、園芸家で、旧ガーデンの最初のプラントハンターである。アバディーンで生まれた。1760年代に、下級庭師として、旧ガーデンで働き始めた。マッソンは、旧植物園のジョゼフ・バンクスにより派遣された、最初の公式のプラントハンターとされる。ジェームズ・クックの二度目の探検の際にマッソンは、レゾリューションに便乗して、 南アフリカへと向かった。1772年10月30日に南アフリカのテーブルベイに到着して最終活動を行い、1775年末にイギリスに帰国するまでの間に400種以上の植物をイギリスに送ることとなった。1772年12月10日に出発した最初の最終旅行ではケープタウンから東へスウェレンダムまで行き、 エリカの趣旨を収集した。1773年9月10日には、スウェーデンの植物学者、カールツンベルクと共に最終旅行に向かった。この時はまずルダナベーまで北上し、その後東へサンデーズ川まで向かった。この旅行では、イキシア、グラジオラス、アイリスなど、収集のほか、イキシア・ベラダイ・フローラ、ジサシルリ,リア、極楽鳥科などを発見した。 1774年9月25日からの最終旅行でもツンベルクと同同し、この時はボッケベルド山やロッケベルド山脈などを訪れた。この旅ではアロージ・チョトマ、プロテア・シナロイズなどを収集した。マッソンにより導入された植物にはゼラニウム、極楽鳥家、ローバー・エリネスなどがある。1778年に再びマデーラ諸島、カナリア諸島、 アゾレス諸島、アンティル諸島に派遣されるが、アンティル諸島のグレナダで、フランス軍に捕らえられ、投獄された。後に釈放されるが、採集した植物は、帰還に手間取る間に劣化し、さらに嵐でほとんど失われた。旧ガーデンに戻って、園芸の仕事をするが、海外での採集は、アメリカ独立戦争に伴うフランスとの戦争のために困難であった。年に、 ポルトガルを訪れた後、1785年10月に、再び、南アフリカを訪れるが、第1回目の採集に比べて、成果は小さかった。1796年に、南アフリカで採集した、いくつかの種に関する著書、ステイブリー・ノービを出版した。1797年には来た、アメリカに向かい、フランスの海賊に襲われ、ドイツ戦に移されるなどするが、12月に、 ニューヨークに到着した。7年間、ナイアガラ半島やオンタリオコなどで植物採集を行ったが、24種の新植物の発見にとどまった。北アメリカの厳しい寒さが体に合わず、短い闘病生活の後、66歳でモントリオールで病没した。投資とも言われる、キジカ隠し家の一族マッソニア産部、エクスハウトに懸命されている。 マソンは植物の学名で命名者を示す場合にフランシスマッソンを示すのに使われる。ありがとうございます。